鉄星田サイクロソリスインタープテスは、姫シダ科のシダ植物の一つ。湿地に生え、密集した群落を作る。熱帯域のもので、日本本土では、ごく珍しいが、それ以南では普通に見られる。火力性の双本。本茎は地下を長く、横に生い、計4から6ミリメートルで黒っぽく、先端部にはまばらに輪辺がある。葉は5から10ミリメートルの間隔で出て、 傭兵には、円がある。傭兵は、長さ二十から四十センチメートル、褐色で、基部は黒くて臨片があるが、それより上はほとんど無毛。臨片は三角形に近い長大円型で、長さ三ミリメートル、幅一点五ミリメートル、膜質で、円は、ほぼ滑らかながらわずかに毛がある。傭身は一回以上複用で、長さ零から五十センチメートル、幅十から二十センチメートル、 全体としては高皮信型で、つまり、最下の右辺が最大ではない。また先端は尖らない。個々の右辺は、線上皮信型で、先端は尖り、基部は丸くなっている角錆型で、時に短い柄があって、長さ 15cm、幅 1.5cm に達する。先端の5から 7cm は一つにつながって、単一の頂き右辺のようになる。質は、 柔らかい角質で、新緑色、縁は、う軸の側へ1、三内脂1、4程度切れ込んでいる。葉の軸上に単細胞の毛があるが、裏面は無毛。列辺には5から8の側脈があり、その最も基部のものは、対面の側脈と結びついて、網を作る。胞子脳群は、円形から長大円型で、列辺の辺縁に近い位置につき、 成熟すると隣のものとくっついて区別できなくなる場合がある。包み膜はエンジン型で柔らかく、計0.4ミ、mm、リメートルで円に毛がある。日本では本州南部の静岡県、福井県、島根県と紀伊半島に四国の東南部、それに九州と琉球列島に見られる。国外では世界中の熱帯から亜熱帯域に広く分布する。 九州以北での分布はごく限られているが、琉球列島ではごく普通。大東島では、内陸湿地の植物群落に、鉄星田群落が成立している。低地にある日向の湿地に生え、しばしば大きな群落を作る。本種は姫田族のものとされて、ティーリプタース・インタープタの学名が長らく用いられた。この族のものでは、星ィやクミナータも日向に生え、 葉の形なども似ているが、本種の葉がやや厚手の角質であるのに対し、薄い紙質である。また本種が水浸しの場所に生えるのに対して、この書はより乾燥した場所に出現する。ケホシダティペリシッティカやイヌケホシダティデンタタも、琉球列島などでは一緒に見かけるが、これらは頂き右辺が明確でなく、また両面に毛がある。それに、 これらも水浸しの場所には生えない。なお、日本産の本種は宇治国家があるので、これを種内の変種と見る説もあるが、確定はしていない模様。特に利害はない。ただし、本種は日本本土では希少なので、学術的に重要なものとされている。環境省のレッドリストにも取り上げられていないが、鹿児島県より北の各県で指定されているのもこれを反映している。 例えば、和歌山県にある友ヶ島の蛇が、池の湿地植物群落は、県指定の天然記念物となっているが、その理由の一つに、本種の生育することが挙げられている。以下、種として、岩月編長、P214 発島、P181 発島、P181 岩月編長、P214 田川、P115、沖縄の生物編集委員会編。 P237 岩月編著。P214 岩月編著。P214 和歌山県。P339。ありがとうございます。